虎の一族よ、組む気になったか。何度誘われようと、横芝な者とは組まぬ。娘を解放しろ。欲しいものよ。私に従わぬ者の末路よ。お主らもよくよく思案するがよい。てめえ逃げんじゃねえ。くそ。血気に流行って荒ぶる俺たちを見守り続けた親父は、その身を賭して孫家の行く末を示された。俺たちが引き継いだ血は
争いを重ねるためではなく、弱き力を束ねる旗印たるべく、この身に流れる虎とは異なる層がを持つ者よ、我らの船出を見届けよ。戦士に掲げるはあのエセ同士の支給と、万民を太平に導く王となった我ら孫家の未来。戦を恐れる心を忘れるな。特に策、お主はわしに似て命知らずが過ぎる。あやつを止めてくれ。おやせ父上。高尚が、高尚が一人で董卓のもとに潜り込みおった。共に美雨に向かってくれんか。